大丈夫そうですか？いつもお待たせして本当に申し訳ありません。お世話になっております、月の木です。改めて待機してくださった皆様、本当にありがとうございます。おこんばんは。すみません、音声トラブルのため基本的に夕方になってしまうとちょっと回線の問題ね、音がブツブツになってしまいます。本当に申し訳ありません。改めておこんばんは、お越しいただきましてありがとうございます。早速シンフォニックレイン実況続きからやっていけたらなと思います。改めてリンさん、アスカさん、ラドラル先生、キヌゴシトーフちゃん、マセヨンさん、テオさん、ミミーちゃん、そして大地さん、モッキュー、ネオさん、ジュンちゃん、カンコロモチさん、こんばんは。今ひとまずですね、いらっしゃる方の名前を呼ばさせていただきました。では早速始めていきましょう。その前にこちらですね、シンフォニックレインというゲームをご存じないよっていう方や、過去の今までのですねプレイがどんな感じだったかっていうのをご存じでない方もいらっしゃるかもしれないので、ふわっとしたストーリーだけお伝えしていけたらなと思います。舞台は一年中雨が降る町、ピオーバという町。ここにフルテールというですね、この作品のオリジナルの楽器があるんですが、その楽器のね演奏者、フォルテニストっていう、まあ、一流の、まあ、バイオリニストみたいな感じで、そのフォルテニストになるべくこの音楽学校に通う主人公が、卒業までの数ヶ月の間、もう卒業もうすぐなのに、卒業演奏のためのパートナーが決まっていなかったので、この4人の中から無事にパートナーを探し出して卒業演奏を成功させることができるだろうかってところをですね、目的としたゲームになっていますという説明をひとまずさせていただきます。キャラクターのお名前が基本的に愛称で呼ばれるんですが、一番左側のこの子がリセちゃん、リセちゃん、リセルシア・チェザリーニか、本名はリセちゃん。この子が後輩で、今回はこの子を落としていきます。左から二人目がアリエッタ・フィーネちゃん、通称アルちゃんで、この子は実は主人公の恋人です。主人公であるクリスというのが主人公なんですが、今遠距離恋愛中でお手紙のやり取りをしています。このアルちゃんの双子の妹ちゃんがトルティニダ・フィーネちゃん、愛称はトルタと呼ばれていまして、この子が今主人公であるクリスとの幼馴染であり、まあアルの妹というね、なかなか複雑なポジションの子ですね。この子が基本的に主人公であるクリスのパートナー探しを手伝ってくれてます。そして一番右側にいるのがファルシータ・フォーセットちゃん、通称ファル様ですね。元生徒会長で、とってもおしとやかで誰にでも優しい優等生みたいな感じの女の子です。ニッシーちゃん、こんばんは。お越しいただきありがとうございます。ゆっくりのんびりお過ごしくださいまし、ありがとう。よかった、あらすじ助かるみん、よかったよかった。という形で今回はですね、この中で、はい、こちらのリセちゃん、リセルシアちゃんを攻略していきたいと思っています。音楽学園に通うクリスの後輩にあたる下級生、普段はほとんど喋ることもなく、とてもおとなしい女の子で、少々心を閉ざした感がありますと、あります。怯えるね、コリスみたいな小動物みたいなところがとてもとても可愛らしい、そんな女の子です。前回までのあらすじといたしましては、私がプレイが下手すぎてしまって、本当であればね、ちゃんとそのルートに入っていくべきところをプレイが下手すぎてしまうから、ルートから逸れてしまうってところまで行きました。カピーちゃん、こんばんは。お越しいただきましてありがとうございます。銀子ちゃん、お疲れ様。リハビリ大丈夫そうですか？来てくれてありがとう。ゆっくりのんびりお過ごしくださいまし。なので今日はですね、
このね、パートナーとして恥ずかしくないように、ないようにしっかりと音楽を音色を奏でていけたらと思っておりますので、まあ最終奥義あれです、チート技を使ってねいきたいと思います。自動演奏という名のチート技を。では始めていきましょう。シンフォニックレイン実況スタート。練習ですか？練習ですか？してません。練習らしい練習はしていません。はい、ではですね、前回12月5日のところから選択肢が分岐していくので12月5日まで遡りました。今日は今のとこですね、この後トルタちゃんに誘われていて、トルタちゃんと練習しますか、それとも違うパートナー探しに行きますかっていうのを聞かれてるところからスタートしていきたいと思います。そう？まあいいけどね。トルタちゃん、トルタちゃんかいよ。あ、ごめんね。謝ることなんてないから。まあ暇にでもなったらいつでも行ってね。火曜と木曜以外は空いてるから、昼にでも行ってくれれば付き合ってあげる。いい子だな。うん、分かった、ありがとう。そしてごめん。分かってはいるんだけど、まだ気持ちの整理がつきそうにない。ゆきちゃんこんばんは、お越しいただきありがとうございます。あるからの勧めがなければもっと簡単に断っていただろう。僕に構わず自分のことを最優先に考えるようにと。それでもこうして迷っているのはあるからの手紙にそう書いてあったからだ。ひょっとしたらあるも僕がトルタと組んだ方が気が楽なのかもしれない。かきやんちゃんこんばんは。全く知らない誰かよりもよく知っているトルタの方が。じゃあ私はこれから練習に行くから。あー飛ばしちゃった詳しくは前回の見てください。見てください。飛んじゃった。さてこれからどうしようかというところで、ここからがですね、今日から改めて初めてやっていくところになります。はい、ここで旧校舎に行くわけなんですけども、ちょっと怖いんでここでもう一回セーブしておきましょうかね。よし、この状態でオプションで、ゲームを攻略したいので、自動演奏フリープレイをオンにさせていただきます。下手なところはまたね今度 お見せできたらなと思います。今日はね物語の続きが気になる。イエーイ、声すげえ、やったぞ。ジャッカロープは単純なのですぐに調子に乗ります。では行きます。旧校舎、トルタと食堂で別れ、それからあてもなくブラブラと歩く。そんな中思い出していたのはリセと名乗った女の子のことだった。通常の授業がある1年生はまだ授業をしている時間だ。旧校舎に行ってもリセがいないことは分かっていたけど、なんとなく足が向く。お手本？はて何のことやら。木々の葉が雨を弱め、ここまで来るのにほとんど体は濡れなかった。耳を澄ませてみても彼女の歌声が聞こえることはほとんどない。それでも中に入ってみようという気になり、そのまま奥へと進む。アドベンチャー自動演奏モード、あれ違ったかな、もしかしたら。この音楽室は古く、ところどころに傷んでいる箇所に目がつく。それでもこの建物は頑強で、心配することは特になさそうだ。
唯一の難は音響設備が充実していないことぐらいだろうか。それでも人があまり来ることもないので、他の音がうるさくて演奏できないことはなさそうだ。さてと、予想通りリセは来ていなかった。でもほとんど思いつきね、フォルテールを用意してみる。こんなことをしている場合ではないのを承知しながら、弾く曲は決まっていた。楽譜はないけど、頭にはすべて入っている。フライオンちゃん、こんばんは。最初は、こんな感じだったかな。もしかして、これ自分でやんなきゃいけないやつ、もしかして、自動じゃない気がする。あれ？私これ押せてない？押してるよ私。押してるよ。押してるよ。あ、バットになってるからこれ自動だ。自動じゃない。比重を置いて作られた曲だったから、今弾いてみたのもほとんど伴奏に近い。
そんな風に何度か試しに弾いていると、後ろで何か音がした気がした。ん？ひまたさんやったよ、こんばんは。あ、リセさん。かわいい、かわいい。よかった、よかった、よかった。前と違うからよかった。よかった。何と呼んでいいかはわからなかったから、とりあえず3をつけてみた。かわいいぞ。でも彼女は無言でドアに寄りかかったまま僕を見つめている。少なくともこの前のように走り去る様子はなかったので。あ、走り去る様子は、うん、様子もなかったから軽い調子で付け加える。聞かれちゃったね。でもドアを開けっぱなしにしていた僕が悪いから気にしないで。ごめん、ちょっと意地悪したくなっただけ。あ、いえ。かわいいぞリセちゃん。リセちゃん、あさすー、こんばんは。行けたよ、リセちゃんルート行けたよ。でもどうだった？それなりにうまく弾けたと思ったんだけど。えっと彼女は少し困ったような顔をして結局感想は言わなかった。でも今の曲は。ん？ああ、この前聞いたの覚えてたから。そうですか。何を話していいのかやっぱり迷う。このままアンサンブルでもできたら少しは違うんだろうけど、フォーニの時もそうだったけど、音楽は人の心を豊かにしてくれる。たとえ拙い演奏だとしても、それを通じて感じることのできるものはたくさんあった。これはエデンさん、おこんばんは。ハローハロー、センキュー。ゆっくりしていってね。歌ってみる？だから僕は押し付けがましくならないように気軽にそう言った。でもどうかな。いえ、そのやめておきます。そっか、残念だけどそれなら仕方ないか。ごめんなさい。あ、気にしないで。それよりも邪魔だったかな。そんな気はなかったんだけど、リセさんの場所を使っちゃったみたいで。取っちゃった。再び謝る彼女に優しくそう言う。自分でも驚くくらいに言葉は自然に出てきた。ほとんど初対面の人と話すことはずっと苦手だと思っていたのに、気づけば優しい言葉をかけていたりする。彼女の方が苦手そうだからだろうか。あんまり邪魔しちゃ悪いから、そろそろ僕は帰るね。ちょっとだけだけど前よりも近づけた気がする。パートナー探しとは全然関係ないのに、なんだか少しそれが嬉しい。彼女と合わせるのは難しそうだけど、卒業するまでにはそういう機会が一度でも持てるかな。ケースを開き、組み立て式の足を取り外そうとして組み立て式の足を取り外そうとしていると、今度は彼女の方から話しかけてきた。はい。その敬語じゃなくても、私1年生ですから。リセちゃん、コーヒーを片手に皆様お楽しみください。リセちゃん。そう、よかった。
実はあんまり慣れてなかったんだ。ホーニー様の時とは違いますわね。あ、違う、ファル様の時とは違いますわね。手を止めてそう答える。それと理性で構いません。ことにしちゃった一瞬。理性呼びでいいの？いいの？そっか。これは話しかけてもいいってことなのかな。アンサンブルまでは行かなくても少しは気を許してくれたのは間違いなさそうだ。もう少し話をしてみるのもいいかもしれない。理性はこれからずっとここで練習？練習ではないんですけど。歌は歌う？はい。あ、いえ、もう帰るとこですから。あ、邪魔だったら本当に帰るから僕のことは気にしないで。そんなんじゃないんです。ここは誰が使ってもいい場所ですから。別に先輩が帰るとか。先輩？あ、その3年生でしたよね。ああ、そうだね。そうか、彼女は一応後輩に当たるのか。同じ科の同級生とも話さないくらいだから下級生の知り合いなんて一人もいない。初めてそう呼ばれてちょっとだけびっくりしただけだった。ならさ、リセも帰らなくていいんじゃない？それはそうかもしれませんけど。フォルテールの音が邪魔だったら隣の教室にでも行くよ。いえ、そんな。リセちゃんかいんじゃ。いいから、せっかく来たんだし歌った方がいいよ。止めていた手を再び動かし、フォルテールをケースにしまう。後ろでオロオロしているらしいリセの小さな声が何度か聞こえたけど、帰ってしまう気配は今のところない。楽器をしまい終え、カバンと一緒に肩にかすむ。じゃあまた会えたらいいね。はい。思わずといった感じでリセはそう答えた。今日は無理かもしれない。でもそのうち会わせられるかもしれないな。そんなことを考えながら隣の教室に移動した。へえ、隣の教室とは言っても作りは全く同じだった。廊下に出されているプレートには第二音楽室と書いてあったっけ。どうやら旧校舎のこの階には音楽室が4つくらいあるらしい。それがそのまま横に並んでいる。新校舎が建てられた理由もよくわかる気がした。さて、リセには隣で練習するとは言ったものの、同じ曲を練習するのも少し気が引けた。このまま練習しないで帰ろうかと思っていると、すぐ横から聞き覚えのある歌声が聞こえる。壁もあまり熱くはないんだろう。少し耳を澄ませば彼女がすぐ近くにいるような気さえした。これに合わせてフォルテールを弾いてみようかとも考えたけど、さすがに今やったらリセがびっくりして帰ってしまうだろうということはなんとなく分かった。それにしても
頑丈なのは評価できるけど、すべての教室で何か演奏でもしたら大変なことになりそうだった。でもこうしてリセの歌が聞こえるのならそれでもいいのかもしれない。そのまま帰るのをやめ、手ごろな椅子に腰掛けた。彼女の歌が終わる頃にはヴォルテールの準備は終わっている。リセの曲を弾くのはさすがにやめておいて、普段フォーニと練習している曲を弾き始める。そのまま時間を潰すように弾いていると周りの音もさほど気にならなくなる。気づけば長い時間そうしていたようで、窓の外は暗かった。一旦鍵盤から指を離し、軽く飲みをする。そんな風にして体をひねってみると、開けたままだったドアに半分隠れるようにこちらを見ていたリセの視線とぶつかる。あ、リセ、お疲れ様。はい。いつの間にか帰る準備を済ませたのか、カバンをしっかりと持ったまま、彼女はかろうじてそう答えた。僕もこれで帰るけど。お疲れ様です。かわいい、かわいい。走ってきた。それだけ言って彼女はそのまま走り去っていった。多分リセはまたここに来るだろう。僕はどうしよう。アンサンブルもしていないような状態ではパートナーに誘うわけにもいかない。それでも一度くらい会わせられたらとか、そんな考えが頭をよぎる。まだ1ヶ月以上は時間がある。あまり長いとは言えないけど、ダメでもコーデル先生が紹介してくれるって言ってたっけ。僕としてはそれでも構わないと思っている。アジちゃん、こんばんは。リセかわいいよ。いや、むしろその方が都合が良かったかもしれない。そんなことを考えながらフォルテールを片付け始める。でも僕はトルタからの距離を離そうとして別の誰かとの距離を縮めてしまっているんではないだろうか。軽い疑問を覚えながらも、音を合わせるだけならとか言い訳を心の中でして音楽室を後にした。念のためセーフしとこ。怖い。気づけば夜が間近にあった。星の見えない空にももう慣れた。こぼれる雨を手のひらで受け止め、額を伝う雫を指で洗う。あまり雨に濡れないようにフォルテールを脇に抱え、生い茂る木々の間を縫うように歩いていった。12月6日火曜日。ちなみに12月6日月の木の誕生日。いつものようにレッスンと昼食を終えた。さて、これからどうしようか。失
ブ、もう一回ここでセーブしとこう。ということで、よしよしよし、もう一回ここで急行車ですね。リセちゃんを攻略していくには急行車ですね。食事も終わり、気づけば足は再び急行車へと向かっていた。歌声は聞こえない。それでもしばらくフォルテールを弾いていれば、すぐにでもリセが来る時間になるだろう。約束はしていなかったし、アンサンブルができる保証もない。それに毎日ここに来ているわけでもないだろう。それでも僕は音楽室へと向かった。さすがにリセがいつも使っている音楽室、さすがにリセがいつも使っている音楽室は選べなかった。でもできれば歌声が聞こえればと、そんなことを考えて隣り合わせの部屋にする。それほど急ぐ理由もなく、のんびりとフォルテールを用意し、ぼんやりとしながら鍵盤に指を置いた。とはいえフォルテールを弾くこと自体は好きだったから、すぐにもやる気になってくる。曲はここに来た時点で迷う余地もなかった。したのでは？さっきよりは、惜しい。
さっきよりは成長してるぞ。めぐちゃん、こんばんは。お越しいただきました。ありがとうございます。このド下手くそ、ド下手くそ音ゲーの部分はみんな、見ない方がいい。こんな下手くそなプレイをして終わるとドヤ顔で朗読をしだすぞ。調子乗ってな、月の木。うん。二回目だからか。かなり調子がいい。自分でやっちゃう？自分でやっちゃう？調子いいぞ。楽譜こそないものの、曲はほとんど頭に入っていた。確かに、それほど印象的な曲ではない。そうかな？そうかな？慣れてきたね。やりましたね。それでも、おう。おう。それでも、リセの歌声を思い出すことはたやすく、そのおかげで曲を忘れることもなかった。もう一回、弾いてみようかな。やめてください。やめてください。と、そこで、前回はリセが後ろで見ていたことを思い出し、ふと振り返ってみる。いる、いる、いてくれてる。あ、目が合い、二人とも固まってしまう。いや、おいしい、ジョージアさん、こんばんは、お越しいただきました。ありがとうございます。嬉しや、嬉しや。はじめましてで、合っていますか？ゆっくりのんびりお過ごしください。どうも。リセは驚きながら一礼し、それから思い出したように、頬をあからめた。失礼しました。走り去る彼女の後ろ姿にも慣れ始めていた。再び演奏し始めようと考え、曲もやっぱり同じものを選んだ。繰り返し自分でも不完全だと感じていた部分を詰めていると、かすかに歌声が聞こえたような気がした。その歌声を聞きながら、僕はそれに合わせるようにフォルテールを弾く。今ならばなぜか許される気がした。一瞬だけ歌声がやみ、それからすぐに再開される。それがただ嬉しくて、この時間が純粋に楽しくて、気づけば何回合わせただろう。壁の向こうのリセは見えなくても、一曲が終わるたびに彼女は息を止め、僕がまたフォルテールを引き出すのを待っていた。考えすぎかもと思ったけど、少しだけ間を置いてみても結果は同じだった。これはアンサンブルをしたと言ってもいいんじゃないだろうか。薄い壁を通して、今ではリセの息遣いも聞こえるような気がする。目を閉じると、すぐそこで歌っているような錯覚さえ覚えた。疲れた。窓の外はすでに暗くなっていて、それなりに練習していたことがわかる。相変わらず卒業演奏とは関係がなかったけど、ひょっとしたら関係してくるのかもしれない。アンサンブルをするだけでこんなに時間がかかったのに、卒業演奏のパートナーになんか本当に誘えるんだろうか。もちろんまだ誘うと決めたわけでもない。ただ彼女の歌声には惹かれるものがあったし、勝手に思っているだけだけど、
候補としては申し分ない。それにリセの自信のなさそうな態度を見ていると、彼女はもっと自分のことを知るべきなんじゃないかとも思っていた。音を合わせるのさえためらうのはどうしてなんだろう。彼女の歌声ははっきり言って素晴らしかった。それに歌っている彼女は楽しそうで、さっき合わせてみて純粋に楽しんでいるのも分かった。ならどうしてそうしないのか。それを直接尋ねるわけにもいかず、かといって放っておくのもなんだか嫌だった。リセとはあまり話はできないけど、こうして音を合わせているだけでも少しずつ彼女が変わっていくような気がしていた。他人をここまで気にかけることが少ないからか、随分と回りくどいやり方だなと自分でも思う。でも僕も確かにこんな時間を楽しんでいた。さて、リセの歌も随分前に止んでいた。ひょっとしたらもう帰ったのかな。僕も帰ることにして手始めにホルテールの足を取り外しにかかった。その作業自体は幾度となく繰り返しているから、もう目を閉じてもできる。手を動かしながらこの音楽室を改めて見回した。清掃は月に1回程度って聞いたことがあるけど、そもそも人があまり来ないからそれほど汚れている印象はない。ただ古い建物だなという感想を持つくらいか。壁も薄く、隣の教室の音なんて丸聞こえだ。たまに噛むね。でもそのおかげで今日は楽しい時間を過ごせた。最初はまともに授業にならないんじゃないかとも考えたけど、それはそれでなんだか楽しそうにも見える。お前らだ。耳を澄ませば、というか特に意識しなくても、いつでも周りに音楽が満ちている。あい。いつでも周りに音楽が満ちているような部屋。一回噛むと噛み癖ついちゃいますよね。めっちゃ噛んじゃうね。確かに今より設備は劣っているかもしれない。でもその時代の生徒たちはそれを楽しんでいたような気もした。これで終わりかな。足をしまい、フォルテールもケースに収めた。雨が入らないようにきちんと蓋を閉め、肩に担ぐ。楽譜は出していないから、あとはカバンを持つだけだった。立ち上がってドアまで歩こうとすると、再びリセの姿が目に入った。さっきの音ゲーパートでちょっと集中力を欠いてしまいましたね。顔は未だに緊張を崩してはいない。それでも僕が気づいたことに驚いた様子も見せなかった。僕を待っていたのは間違いないだろう。親密な会話を期待しているわけではなかったけど、少しくらい話ができたらと考え、和やかに話しかけた。お疲れ様。はい。リセちゃん、今日はありがとう。え？勝手に弾いちゃったけど、その
楽しかったから。迷惑だった？いえ、そんなことはないんですけど。あんまりうまくなくてごめんね。いえ、そんなことはなかったです。そう、ありがとう。そして二人とも少しの時間黙ったままだった。リセは何か言葉を探している。僕はその言葉を待っている。そして彼女の口から出た言葉はそれほど僕の想像とはかけ離れていなかった。先輩はどうしてここに？正直に言うとね、ここで言葉を濁したり別の何か理性を安心させるような言葉を言うような気にはなれなかった。アンサンブルがしたかったからかな。最初にリセの歌を聴いてからそう思ってたから。かわいい、照れ顔かわいい。嫌だった？いえ。少しためらうように顔を背け、それからはっきりとリセは言った。嫌じゃありません。そっか、ありがとう。失礼します。あ、リセ。はい。明日もここに来る？いえ、今週はちょっと他の用事がありますから。それだけ言ってリセはそのまま走っていった。そっか、これは多分ここに来てもいいってことなのかな。ちょっとだけ自分に都合よくそう思い、来週にでもまた来ようとそう考えていた。良いですぞ、リセちゃん良いですぞ。軽く髪を乾かし、すぐベッドに横になった。これといって変化のない一日が過ぎようとしている。パートナー探しというやるべきことがあるにもかかわらず、教室越しのアンサンブルに僕は満足していた。もう寝ちゃうの？ポニー。いつもの指定席でフォーニーが足をプラプラと退屈そうにしている。ああ、今日はそんな気分なんだよ。眠気があるわけじゃなかったが、フォーニーの相手をするほどの気力はなかった。ねえクリス。何？退屈なんだけど。パタパタ可愛いね。それは大変だね。少しは構ってあげようとか思わない？思うよ。ピコピコと頭の上を走る。ピコピコと頭の上を回り始める方に。それが方になりの講義だとは分かったけれど、僕にも都合や気分というものがある。疲れてる人間をそっとしてあげようとか思わないの？かわいい。このムスッとした顔がかわいい。しばしの沈黙が流れる。諦めたのか、僕のそばから離れていく。それが次の行動につながることは目に見えている。ベッドに横になっている以上止めることはできないのだけれども。最近クリスは冷たいと。
どうやって取り出したのか、引き出しにしまっておいたペーパーナイフでカリカリと壁に文字を刻んでいた。ポナさん、こんばんは。お越しいただきましてありがとうございます。お時間大丈夫であればゆっくりのんびり朗読風にゲーム実況しておりますので、楽しんでいただけますと幸いです。仕方なく体を起こし、フォーニを捕まえる。最近クリスは乱暴すると。かわいい。起きるからやめてもらえない？クリスはちょっぴり優しいと。ここ超かわいい。ちょっぴりね。迷惑を被っている僕の気持ちが少しでも反映されてもいいんじゃないだろうか。今日はそうだね。噛むのがね、吹いてきた。そう切り出し、今日あった出来事をフォーニーに伝え、いつもと変わらない一日の終わりを迎えた。さて、これからどうしようか。どうしましょうかね。ちょっとセーブをさせていただきっと。ペコン。今日どこまで進めようかな。ちょっとお腹が空いてきてしまったので、この分岐点がどこ、どこまで進めるべきかすごく迷いますね。どこまで行こうか、どこまでにしようかな。どうしようかな。どうしたらいいかな。どこまで行きます？悩むな。食事は大事ですね。今日ちょっとここまで、ちょっと短めになってしまいましたが、ちょっと開始予定時刻がですね、予定よりもちょっと回線トラブルの関係で音がプツプツになってしまって遅れてしまいましたので、今日はちょっと早めに、ちょうど1時間ぐらいになるので、このあたりで切り上げさせていただきたいなと思っております。続きは明日朝8時からの朝の会で、いつもはですね、何かしら近況報告をしたりムーミンについて語ったりっていう朝の会をしているんですが、土曜日に関してはゲーム実況の日、遊ぶ日ということで、またね、続きは明日の朝8時から再開していけたらいいなと思います。ようやくね、リセちゃんルート進めて本当によかった。やっと進めた、よかった。改めてお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。もしお時間ね、土曜日ということでお休みの方もいらっしゃると思います。ご迷惑でなければ、ぜひぜひ明日続きをお楽しみに。もし明日でね、トゥルーエンド最後までいけそうであったら行き切っちゃいたいけど、どうなるでしょうか。改めてお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。また明日お会いいたしましょう。そしてこの後夜20、結局何時スタートにしてましたっけ私、22時、早ければ22時半スタートぐらいで17校での、バカ騒ぎも予定しておりますので、眠れないなっていう方はぜひともですね、17校にも遊びに来ていただけると嬉しいです。ではまた夜間授業、そして明日の朝の会でお会いいたしましょう。本当にありがとうございました。ありがとう。あ、こっからまだまだ長かったのか。楽しみだ。ではでは、まったりプレイしていけたらいいなと思います。ありがとうございました。